どうもー、っちでーす。今日はですね、僕 YouTube 始めてから早5ヶ月が経ったわけなんですけれども、今まで撮影、こうやって実写の撮影をするときに、この今撮影してるこの光加減ですね、動画撮影されてる方だとわかると思うんですけれども、照明がないとこの光加減が難しいんですよ。例えば昼間撮るのと、まあ、今これ撮影してるのは夜なんですけれども、夜撮る撮影するのでは明るさが全然違うんですね。で、僕の場合今これ撮影してるカメラ、一眼レフの、EOS KIS X7i、 キャノンのやつですね、の一眼レフカメラで撮影してるんですけれども、まあ、昼間と夜で毎回設定を微妙に調整して、で明るくしたり暗くしたりやってるんですね。で、僕の過去の動画見ていただくと分かるんですけれども、すごい、なんていうんですか、光が強すぎて飛びすぎちゃってる、まあ、白くなりすぎちゃったりとか、で逆に今度暗くなりすぎちゃったりとかっていうのが結構あったんですね。で、これ撮影する前に結構この調節が大変で、なかなかうまく撮れなかったんですよ。で、まあ、YouTube の撮影を始めた当初ですね、去年の11月なんですけれども、まあ、その頃にも言ってたんですけど、今一番必要なのは照明かなっていう話を確か一番最初の頃してたと思うんですよ。で、その後まあなんだかんだと5ヶ月そこから経ってしまったんですけれども、でその5ヶ月の間も結構だましだましこのカメラの光量を調整して、まあ、なんとか今まで撮影してたんですけれども、もうちょっと限界だなと調整するのもすごい難しくて大変で、さすがにもう照明買おうかなと思って、今日は照明の方をですね、秋葉原に、東京の秋葉原に行って購入してきました。それがこちらです。サンテックスリムライト LGE268C。 でかいでかいはい、そうなんです。今日はですね、照明を買ってきました。で、僕照明とか、まあ、そもそもこの動画を編集したりとか撮影ということも、まあ、この YouTube 活動を始めてから全て独学で勉強している状態なんですけれども、まあ、今回のもちろんこの照明に関しても全然知識ゼロで、何も周りからに教えてもらえる方もいないので、秋葉原に行ってですね、もうその専門の方に聞いてどれがいいですかということで探してきました。最初こういう小さい部屋とかで撮影するレベルだったら、まあ、このぐらいのですね、ほんとちっちゃいコンパクトな照明があって、まあ、値段的にも9000、1万するかしないかぐらいかで、これで十分撮影できますよ、結構明るいですよって言われてたんですけど、なんかそれ電源のアダプターがついてなくて別売だったんですね。なので、まあ、そのワンフォーワンランク上だったらアダプターもセットですよって言われて、ちょっとまあ、値段いくらか調べてもらったら、まあ、これだったんですけれども、まあ、2万3000ちょっとぐらいだったんですかね。はい。で、まあ、照明他にもいろいろあったんですけども、すごいですね、照明ってピンキリで。もう本当に安いのは、その僕が最初に選んだ9000いくらとかのものもあれば、もう20万とか30万とかっていう桁のものもあって、あまり高いからといっていいわけではないらしくて、例えば、まあ、7、8万の結構これよりもさらに大きい照明のものもあったんですけど、それだとこういう小さい部屋では明るすぎてそんなに必要ないですよって言われたんですよね。で、僕多分今後ここ引っ越すこともあると思うんですけれども、まあ、それでもこれぐらいのサイズあればまあ、いけるんじゃないですかねっていう風に言われて、ただなんでその小さいのからこっちにしたかっていうと、そのアダプターがセットなのと、あとその小さいのと違ってこっちの方がその振り幅があるって言われたんです。僕もちょっとよくわからないんですけど、まあ、例えばこういう狭い部屋でもちょっとその光を絞ってあげれば使えたりとか、逆にこれよりちょっと大きい部屋になってもそれだけ今度出力が高いので、まあ、ワット数なんですかね、ちょっと僕本当に知識ないんで分かんないんですけど、まあ、明かりを明るくすればもっと大きい部屋でも使えたりとかっていう、結構振り幅があるので使いやすいですよって言われたので、こっちを今回は選びました。まあ、じゃあちょっと話長くなっちゃったので開封してみましょう。結構ですね、店舗で見た時はそんなに大きさ感じなかったんですけど、家に持って帰ってくるとやっぱ結構大きいね。
思ったよりも、なんか落としたらすぐ壊れるんで気をつけてくださいっていうことを言われました。まあこれまず保証書ですね。で中が今こんな感じで入ってます。これはですね別売で、まあ、箱の中に今回入れてくれたんですけれども、カメラ代償ダボっていうもので、通常照明用の三脚っていうのがあるらしいんですけれども、あの一眼レフの三脚でもこのダボを使ってなんか設置することができるようになるらしいんですね。まあ後ほどちょっとその設置した部分ご説明しようかと思います。まあ、これは別売で1420円で売ってました。お、すごい。ちゃんとこういうケースに入ってます。そう、僕も中は、まあ、店頭では商品見たんですけれども、実際開けては見てないので。すごい、取れない。あ、取れた。おう、まあ、こういうやつですね。で、さっきの接続のダボっていうのはこれなんですけれども、通常のこれ専用の三脚だとそのまま挿せば使えるらしいんですけれども、一眼レフカメラとかの場合にはこういうネジ穴がちょっとあるんですけれども、このネジ穴がないと接続できないんですね。でなんかこの一眼レフカメラの三脚っていうのは規格がこのネジ穴の規格2つあるらしいんですよ。こっちちょっと太いタイプですね、こっち細いタイプで、僕が今使ってる三脚こっちの細いタイプなんですけれども、まあ、これを使わないと一眼レフとかで使ってる三脚には対応してませんよって言われました。なので別売で買ってきました。でもこれも簡単です。これこのまま接続して固定するだけですね。あとはこれを一眼レフの三脚に固定するっていう感じみたいですね。あと僕が今回買った照明のもうワンランク下のものでは、これですね、あの電源から直接電気を供給できるものがついてないらしいんですよ。これは別売で、これよりもグレードが低いものだと買わないといけないらしいですね。これにはもう最初からセットでついてます。あともう一つがですね、まあ、これなんですけれども、ここにさっきのこれをこう挿して電源に挿して、でこれをさっきの照明のところに接続して、まあ、そのまま光をつけるっていうものですね。でこのここにこの金具みたいなのがあるんですけれども、これはこれそのまま、電源に挿してやっておくとこうぶら下がった状態になっちゃうらしいんですよ。でこれをですね三脚の部分にこう固定することができるみたいなんですよね。でそのために、まあ、これがついていて、まあ、これで固定してくださいって言われましたね。はい、この中に入っているものはこれだけですね。この部屋でだいたい撮影部屋6畳ぐらいなんですけれども、それだったらこんな大きくなくてもこのもうワンサイズ小さいやつでも十分だっては言われました。ただこっちの方がフレッキにいろいろ調整できますよって言われたので、僕はあえてこっちの大きい方を買いました。これよりも小さいのはこの半分ぐらいですね。大きさ的には半分ぐらいしかなかったです。照明をつけない状態でこの明るさ、今ですね明るくして一眼レフカメラの方で明るくしてしまっているので、設定をちょっと暗めにして照明を設置してみます。はい、今この状態がですね、照明をつけていなくてこの一眼レフカメラでもプラマイゼロぐらいの標準の明るさがこのぐらいになります。もう本当にこの電気、上についてる電気の光だけだと結構暗めですよね。なので僕はいつも明るめに設定してしまうんですけれども、この状態からですね照明をつけるとこうなります。はい、こんな感じですね。これはどうなんですかね、まあ、明るくはなってるんですけれども、あとは照明のこの角度とかあるのかな、ちょっとまだ使い方がいまいちよく分かってないので、まあ、これはですね後でこの角度とか明るさとかの調整方法とかですね、そういうのはちょっと勉強していこうかなと思ってます。ただやっぱり明るいですね。全然明かりは違いますね。さっきの暗さとは全然異なりますね。はい、でさっき僕が言っていたカメラ代償ダボの部分なんですけれども、それがここですね。これ取れるかな、この
三脚のこれなんですけれども、三脚のこの部分のネジ山ですね、これがこの照明の標準ではつかないんですね。標準のものだとこのデジカメ用の三脚はですね、ここのネジ山が全く違うものなんですね。で、一眼レフ用のデジカメだと三脚使うことが接続することができないんですよ。で、そのためにカメラ代償ダボを使って、まあ、接続できるようにするんですけれども、まあ、このさっきご説明したダボのここですね、ネジ山、これアタッチメントつけることによってここのネジとこの一眼レフ用の三脚のネジを接続することができるようになるんですね。これがないと一眼レフ用の三脚は使えないらしいです。あの照明用の三脚を買わなきゃダメみたいですね。一応今回ですね、この電気屋さん照明の三脚とセットでも売ってたんですけれども、三脚込みだと3万いくらかでした。もともとカメラ用の三脚も持ってないとか、あとはカメラはカメラで三脚使ってるっていう方は新しく三脚用で買った方がいいかもしれないですね。はい、でこれで一眼レフカメラ用の三脚でも、まあ、こうやって接続して使うことができるようになります。さっき言っていたこの電源部分ですね、これ要はここにこうやってくっつけることができるんですね。クロイエットガイドがグラーンってした状態になってしまうんですけども、この電源をここにこう接続させておくことができるようになります。で、この電源からこのコードをこの後ろにこうやって接続するだけですね。で、この2つがなんか単三電池用のバッテリーを接続することができるらしいです。まあ、僕は今回直接もう電源供給するようなのでこれはいらないと思ったので購入とかはしてないですね。で、電源入れるときはここにちょっとボタンがあるんですけども、これをこうやって押します。そうするともういきなりつきますね。で、ここで明るさとかを明るくしたり暗くしたりできるんですよ。ここにこうノズルがあるんですけれども、これですね、これ今白なんですけれどもオレンジ色にすることもできます。まあ正直オレンジ使わないですけどねやることもできるみたいですね。まあ今は使わないので僕は白い方でやります。はいあとなんだろう、これちょっとボタンよくわからないんだけど、なんか2つボタンありますね。これはちょっと今回は僕はよく分かってないです。まだ、まあ、同じもの購入された方はですね、取扱説明書の方を読んでみてください。まあ、とりあえずはこの明るさ、明るくしたり暗くしたり、あとはその当て、照明の当てる場所とかで変わってくるんですかね。はい、今この状態なんですけれども、電源を入れるとこんな感じになります。わ、結構明るいな明るいですね、結構。一応これでこうやって暗くする、まあ、これはもうほぼオフに近い状態ですね。明るさをこうやってどんどん強くしていくことができますね。はい、これマックスです。最大ですね、今。結構こうやって見ると明るいねはい、こんな感じです。今後ですね、これをまあ、撮影するときにですね、カメラの後ろに置いてちょっと照明をつけて撮影の方していこうと思います。まあ、Cチャンネルもですね5ヶ月経ったんですね。あっという間でした一応ですね、僕今年の1月にも宣言してるんですけれども、まあ、動画を毎日出しますということで、この5ヶ月間も1日も欠かさずずっと動画を上げてきたんですけれども、やっぱ改めてですね、照明の重要さとかっていうのはちょっと体感しました。まあ、今後もですね、なるべく頑張って綺麗にお見せできるように撮影をしていきたいと思います。Cチャンネルでは Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォローお願いします。あとこちら、チャンネル登録ぜひお願いします。Cでした。ちなみにこれ今照明あり、明るいね